はい、皆さんこんにちは、元気です。今回はね、珍しくニョスと一緒に検証をしていきたいと思います。よろしく。よろしく。アリバイなんですけど、ちょっとランクとかクラン戦で使ってて、ちょっと思ったことがあって、アリバイってまあ皆さんこれこう開いて、このこいつが出たらこいつを撃つと、まあなんかこういう風になるっていう能力だっていう認識があれば、まあさすがにあると思うんですよ。ただこれなんか多分出力判定がこの開ける場所にボールを置かれた瞬間っぽくて、いきます。もうこれ反応出てんすよ。まだ絶対見えてないのに。で、当然これがなんか 見えないところのところ、この開かないところで置いちゃうと多分判定ないっていう感じで、アリバイの出現判定自体はもうめちゃめちゃ早い段階出てんすよね。極端な話、ここに置けばほら出る前からもう分かりますよ。俺置いた瞬間にもう反応するんですよね。ほら、でこれを利用するとですな、例えばこういう打ち合いをしてたとしよう。こういう打ち合いをしてて飛び出す前にこうすると絶対点がつけれるっていう。でなんか裏取りとかでがっつりロックされてるって局面の時にこれがマジで強くて、まあこの間動画でちょっとちょろっと見したんですけど、こういうギリのところでこうやって村見を見てるロックをしてる輩が多分いると思うんですよ。こういう時に裏取りしに行きたいんだけど、まあここで置かれてるなっていうのが、まあ何となく察することができると。この時にこうやってやると赤点につくんで、当然相手引くんで、この間にここに詰めることができて、でこれもう一回これやると、もう一回こうやってスキャンさせて、まあ敵を格殺できるっていう、こいつが出る前にピークさせて無理やり打たせるっていう技が多分めちゃめちゃ強いんで、ちょっとぜひ皆さんこれやってみてはいかがでしょうか。あ、でもなんかバスいる、バス、シャワールーム、家が、変わる見えがよかい。おお、ナイスだ。あ、ナイス。N回やったり以上。いたかな。こっちらちょっと強いわ。監督権いるかも。ブリやった、リーチューズ。ブルバブルバブルバ。あ、すごい。ナイス。ナイス。ダサンツボーラからビリヤの中入らせないようにして。これ、しっかりやった、フッカ。ワンチン、リーチューズ。一気にもう一度。ナイス。もう一度やった。ラスト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 ラだったから2回、あれ2回やった。30秒ね。あれもまだ下がってない、いる絶対。やって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 。移動した移動した。禁止。あれをもう降りるよ。はいよ。はい、ダリ。いいよ、ダッサン。ダッサンやってよ。今あれね、モニメントラね。ダッサン設置、ダッサン設置、ダッサン設置。マイストロ。オペレーターはあと1人だ。爆弾を発見した。やった。ナイス。ナイス。敵部隊排除。41秒。裏入ってないよまだ。祭壇バンディットでボキコにマエストロ。ここにあるのはマエストロ。祭壇バンディットボキコにマエストロね。ボクされた。祭壇バンディットちょっとダサンと一緒に襲うわ。頑張って。ダサン俺先行くね。ダサン、オッケー、やった。ダサン、ダサン、ダサン、勝手。ダサン、ダサン、ナイス、ナイス。あれ、バンディック炎上してた。あ、マジか、ビリヤード下で来てる。あ、これだよね。ダウンダウン、それそれそれ。ダサンさん。人がいた。人がいた。ナイスロ壊れてる。やった、アカリム。爆弾。2階じゃん。いや、1階の窓口入ってる。受け付け終わったね。ここは絶対に通さない。ロビーのスレッジ君が外に。敵オペレーターが1人残っている。いや、こいつで、バッター2人入る。変速ルールキャッチャー絶対受け止められないじゃん、ボール。いやいや、むしろストライクしたら 100% 受け止めることになるよ、ボール。たまにボール飛んでくるけどね。まあ、ないからね、ほぼ。
ボールワンバーンするか通り過ぎるかのどっちかだよね。通り過ぎるはまあほぼないから、なんかあるか見るか。なんもないね。あいよいよ、あいよ。アップル行くよ。次俺しゃがむね。俺立つわ、はい、俺も立つ、はい。おいテレビット、あ、だ、次、タッター出さ、出さ、リュウの出番だ。俺行こう。あげ、あげ、出さ、ロングの方押さえといてあげる。前の方押さえといて、あ、死んだ。ヘルプヘルプラララララヘルプラララララヘルプヘルプラララララヘルプ。あ、お強い味方オペレーターはあと一人だ。あのね、いる、まだいる、絶対いる。はい、やった。N 階上がった、 N 階上がった。 OK OK、 N 階上がった、了解。どっち来る、ツボ来る。もう一回出そう。ツボ、もう今ロング、フッカー前ロング。もうツボ前ぐらいにいる。やった、ラストさん。ナイス、やった。ラストで外遠く、俺任してほしい。テルミットちょいやる。ワンターン4人飛びだ。韓国スタイル震えろ。ワンターン全部のフルマスクの設置してる。まだまだまだ、ラスト SE カード作業 SE カード、プラント10、プラント10、SE カード、プラント。あ、これあれじゃん、爆弾ディフューザーが設置された。ディフューザー発見、赤い人支援 SE カード、スタジオ参ろうか。ナイス、元気。あれ落とし戸割ろう。死ねえだろ。よしよし、おい。まあ今のピンチも相当ナイスプレッシャー。とりあえずもう3人落ちたな。家がダウン、パルトダウン。もう1人、もう1人、1人ダウン。どっち、ここでカフェ、カフェ。もう1人いいじゃん。ナイス、ナイス。2、2、あと15秒カフェ、カフェ。敵のオペレーターはダメ。なっ、ごめん。はあ、お前さやろそれ。言って何を打ったんや、何を打ったんだ今。やるとん、ロビンソットスレッチ。オッケー、上がる上がる上がる。ラペってんのはどこで、ラディオラペってんの。 W だった。 W で2階、2階2階。あ、2階か。で、もう入られてるよ、管理順とかも。え、めっちゃ早かった。2階にドローン回ってる今。ロビードローン壊した。非常階からドローン降りてくるよ。1階に。オッケー、見とく。あー、円卓前決まった。稼ぬよ。ごめん。まあ、両自だと、右折だと。マセの下がり見てる。皆さん入ってきたら教えよ。はいよ。入ってきた、入ってきた、入ってきたよ。右、右にいる。あんまどういうこと。あ、やれね、ロビー外。ロビーになった。立てるよ。HP10 以下。上がるわ、これ。上がる。上階来たわ。さ、そこにスレッチいるはず。はいよ。確信だ。ナイス、一人あった。あ、そっか、IQ 痛いやん。よし、とりあえずカモン野球って言いつつ、これで相手は俺ら下にこもって C4 投げて野球してくれると思うから、バリバリ遊撃で殺したわ。完璧な作戦や。野球するふり。勝利が全てだから、勝利が全てだから。野球するふりするから、これ騙される方が悪いに決まってるじゃないですか。これが心理戦か。残り5秒。せやぞ、このゲームスプラトゥーンだから。爆弾の位置はバレていない。床の強化が完了したぞ。バレてるー。くそー。